こんにちは、にじこです。今日はアリーナの当落発表の日でしたね。そのことは後ほど。それから風さんが新たに何か始まったみたいですね。それも後ほど。はい、でまずはこちら、 I am shy but I do love you。 またまたこんなね、もうなんて可愛いんでしょう。私は恥ずかしがり屋ですが、あなたを愛しています。これあなたたちじゃなくてあなたなの？どうなんだろう。これもいろいろあれですよね、憶測を呼びますよね。特定のじゃないですよね。まあ風さん流に言うなら、わしはテレアじゃけん、まあだけど違うな、わしはテレアじゃけん、けどみんなのこと愛しとるでみたいな感じ？違うかな。ねえ、もうチラッとチラッとこう覗き見みたいな可愛い絵文字もね、本当に風さんのそのシャイなね、そういうところがよくわかる。ねえ、そしてなんかね、まあそのなぜか風さんがごめんなさいということになった騒動がありましたけれども、その後そのチラッと覗いてね、覗く絵文字でね、でその後にね、恥ずかしいけど、恥ずかしがり屋だけどみんなのこと愛してるっていう今の気持ちを表してくれて、そしてグレイスの優しいピアノをねツイッターに載せてくれましたよね。グレイスっていう一言でね、これがまたなんともこう優しいピアノの音色でね、これもう何回も繰り返して聞いちゃったけど、本当に癒しなんてもんじゃないですよね。もうなんか浄化されて、もういろんなもうそれこそネガティブなものが全て流されるような、そんなもうなんか本当に あらゆることが恵みだな、グレースだななんてことを思いながら、そんなことを思わせてくれるような、もう素敵な素敵な音色で、なんかもう本当にやっぱり風さんのピアノって何なんでしょうかね、独特ですよね。ただのっていうか、そのピアノのその鍵盤を叩いてる音は間違いないんだけども、なんかそこにね風さんの思いが乗ってるというか、なんかそんなのがこう伝わってきちゃうんですよね。なんかこう優しくみんなを包み込んでくれるようなね、みんなへの恵みみたいな、そんな感じもしてね、なんか大きな大きなビッグラブを感じましたけどね。はい、勝手にね、で後でね、このツイッターやってないって方もいるんで、ここに載ってたこの素敵な演奏をここの配信の最後にねちょっと載せましたんでね、最後聞いてみてください。はい、ということでですね、なんかあとこんなそうそう、全然話違うんですけど、ストリートビューイングでね、Google マップのパナソニックスタジアムを見るとなんか面白いよっていうことをサラショマさんとかね、ココアさんとか教えてくれて、で見てみたら、なんとパナスタの風さんのライブの時の風さんが張り付いたままになってましたね。でどうもサラショマさんによると、撮影日が10月に切り替わってると、スタジアムが映る部分は10月に切り替わってると、だからこの部分だけ差し替えたとしか思えない、 Google マップ担当者に風さんファンがいるに違いないってね。でよほど変化がない限り数年は残る画像、いや確かに、スタジアムの評価書き込みも、サッカー見に行った人より風さんライブ見に行った人の方が目立ちますだって目につきますだってね。いやーなんかこれからねパナスタでなんか気になる人ググってこれを見るんだなと思うと、なんかいいですね。やっぱりこう
あえてなのかしら。そんな気がしますよね。うん。はい。で、そうそう、風さんが新たにスタートしたっていうのはですね、ジーニアスジャパンの、これもツイッターで見たんですけど、ジーニアスジャパン、黄色いアイコンでね、あの歌詞の、歌の歌詞をこう載せるとこですよね。で、前あの死ぬのがいいわがランクインして何位になったんだっけ、1位にもな、1位にじゃないか、なんか何位かなったよね、うん、で藤井風公式ジーニアスアカウントがスタートということだそうですよ。うん、verified っていうの、なんかわかんないの、ジーニアスアカウントではアーティスト、ライター、プロデューサーが自分の創作プロセスをファンと共有することができますということで、それでね、このガイドを見るとね、どこだったっけな、あ、そうそうそう、トップ100にはね、藤井風と米津玄師がチャートを独占ですってよ。すごいね。で、どこだったっけな、毎月 1.5 億人以上の世界中の人々に音楽の知識を提供するってすごいね。そんなところに風さんも、ここにあのスタートしたということで、新たに。で、どういうことかっていうとね、ちょっと待ってね。ジーニアスでアーティスト認証を受ける方法。あ、これはアーティストに向けてかな。今までに山下達郎とか竹内まりやなど、日本の80年代音楽が世界中から注目を集めるなど、なんかこう英語の詩っていうのは一つのセオリーなんだけど、もう世界中でその、言語に限らず人種や性別などさまざまな点で多様な音楽が存在感を放っていると。で、むしろ日本人であれば日本人らしく日本語で挑戦する方が国を問わずリスナーの興味をかきたてることができるのかもしれません。日本語の楽曲をグローバルに公開したとき、楽曲を気に入ったノンネイティブがサウンドの次に気になるのはリリック、歌詞ですね。リリックの意味でしょう。一体どんな内容が歌われているのか、歌詞のバックグラウンドにはどのようなコンテキストがあるのか。うん。だから、風さんなんか特に歌詞がすごく意味がある、もう、なんていうのかな、こう、刺さる歌詞ばっかりでね。だからこれはこう日本人のみならず世界中の人がやっぱりこれはグッとくる歌詞だと思うから、これをね、自分の言葉にこうしてこの歌詞を知った時に、さらになんかこう風さんという人をね、もっと知りたい、もっと聞きたいって、ますますこうファンになっていく人がね、増えそうですよね。うん、いや、もうまたまたこれすごいことになりそうですね。うん、いや、なんか本当にまた新たな、なんかこう別な方向からね、風さんがこう世界に注目されそうで、これもワクワクドキドキしますね。うん、はい。そしてパナス、アリーナツアーですね。ラブオールツアー、ラブオールアリーナツアー、うん、今日当落がはっきりしましたね。まあ、私も一時ちょうどにね、まあ、ちょっと出先だったんですけれども、メールを開けまして、そしたら E プラスからご用意できませんでしたが3つ立て続けにあったんでびっくりしたんですけど、そっかと思って、その時はね、うん、まあしょうがないやって、なんかそんなにね、そんなに落胆しなかったんですよね、なんか、うん。でその後なんか E プラスから E プラスのアイコンに数字があったんで、あれと思って、で見たら、お席ご用意しましたというのがあってですね、えーっと
メールはもうね、あの当選のメールは来てないのに、まあ結果から言うと夕方ぐらいに届いたかな、やっと当選のメールが届いてましたけども、うん、そんな感じでですね、まあ結果は、はい、私もあの当選しまして、あの行くことができます、できるようです。はい、もうありがたいです、本当に嬉しいです。はい、皆様はどうだったでしょうか。ちょっとね、数人の方から行けることになりましたっていうのも届いててね、うん、よかったねって本当に思うんですけども、うん、今回はどうだったんでしょうね、倍率。まあツイッターを私も今日ちょっと見てたら、なんか当たってるか、まあ当たってるから当たったっていう風に、まあツイートしてるってこともあるのかもしれないけど、あの当たった人がいっぱいいるなと思ったんだけどね、うん、ね、まあ行きたい人が行けてるといいですよね、うん。でまあ今回もしもダメだったとしても、またね、次また二次募集みたいな形でねあると思うし、今回先行だから、うん、でそこにチャンスはあるし、そしてまあトレードもあるでしょうしね、うん、だから最後の最後まで、まあ当日券は今回あるかどうか分かんないけど、もしかしたらそういうのもあるかもしれないし、もう最後の最後までもう諦めないでトライトライトライですね、うん。で当たった方はおめでとうございますね、楽しみですよね、うん。はい、もうね、なんか年末と年始とツアーがあって、紅白、間の紅白はどうなのかな、なんか候補にね風さんの名前が上がってたようですけども、どうするんでしょうね、うん。まあね、ツアー中で忙しいかなと思いつつ、でも、うん、グレースで出たら、なんかツイッターにあったんですよ、私も思わずリツイートしちゃったんですけど、なんかね、みんなで最後にね、ラストに風さんがトリを務めて、でグレースをね歌うと、で最後の最後、グレースのところでタケノコダンスみたいなやつ、あれをもう大御所演歌歌手とかもそういう人も全部含めて、みんなであれを踊るそういうの見たいなみたいなのがあって、ああいいなと思って、なんかその映像今目に浮かんじゃって、あ見てみたいそれと思って、みんなで無邪気にグレースダンス、タケノコダンス踊ってるってね、なんかもう、あそうで、ラブ&ピースっていうテーマだそうでね、今度もうラブ&ピースそのものじゃないですか、グレースなんてね、そしてタケノコダンス踊って、もう平和でしかない、本当になんかちょっとそういうのね見てみたいななんて思ったりもするけれども、うん、まあでもね、まあオファーは当然来てると思うんですよね、うん、まあ、そしてそれをどうするかは、まあね、風さんとかスタッフの皆さんで話し合って決めることだと思うんでね、まあそれがもう全て、それその結果をね受け止めようと思ってますけどもね、はいはいね、もういやー本当にもうしみじみ今日も私は風さん、あーもう本当に素晴らしい人だなと思ってね、うん、だからもうツアーが終わったらね、いよいよアジアツアー、アリーナが終わったらね、アジアツアーかなーとかで、ロス、ニューヨークかなみたいなね、いよいよ本当に本当に本当に世界にこう一歩出ていくのかなと思ってね、でなんかミラージュの話はもう訳が分かんないんで、もうどうでもいいやとも思えてきたんですけど、いろんなものが錯綜しててね、まあいずれ分かるでしょうという感じでね、はい、もう本当にね、いろんなことに一喜一憂しちゃいますよね、私たちねはい、ということでちょっとお誕生日の方、でお誕生日の方がなんか読んでもらえなかったとかっていうの何人かあって、
いやでもね、私本当によく見てるんですよ、コメント欄。本当に。だから、消えちゃったって人もいたんで、もう消えてんのかもしれないですね。だから、もし、あれと思ったらまた何度もください。すいませんけど。あと、もしかして、私、遅れて読んでることもあるので、もしかしてすぐじゃないところで私が読んでるかもしれないんだけども、でもなんか今日見た感じの人たちは読んでない記憶があるんで、てか見てない記憶もあるんですよね。なのでちょっとわかんないんですけども、改めてお祝いさせていただきますね。ねえ、ごめんなさいね、せっかく送ってくださったのに。まずはね、はるみさんですね。11月6日、パチパチしてもらえなかったのでもう一度投稿します。あら、ごめんなさいね。 LAAT ツアーについに当選しました。初めての風くんのライブになります。楽しみで仕方ないです。あら、はるみさん、よかった。11月6日お誕生日おめでとうございます。そして初風さん、やりましたね。いやー、もうなんてもう幸先がいいお誕生日ねえ。もういやもうね、いきなりこの11月誕生日の月にね、風さんのライブの当選が決まった、分かったということで、もうこのめっちゃ波動ぶち上がりで始まってるので、この1年はもうぶっちぎっていきましょう。もうすごいことがさらに起こるでしょう。もちろんいいことです。私何になってんの今。いや本当ですよ、本当ですよ。だからね、もうこんなにいいことで始まった今年のお誕生日、もう私ますますいいこと来るに決まってるって、そういう風に宣言してみてくださいね。そしたらそうなるんでね、何があってもグレースですからね。はいね、あの言葉すごく素晴らしいよね。はい、おめでとうございます。はい、それから K3 さん、にじこさん、いつも配信楽しみに聞かせてもらってます。11月9日は私の誕生日でした。数日前にコメントしたのですが、できればにじこさんの癒しボイスでおめでとうっていただけると嬉しいです。本当、私ちょっとね、見た覚えがないの、 K3 さん、もう本当ごめんね。はい、11月9日 K3 さん、お誕生日おめでとうございますね。えいやーね、 K3 さんね、お会いしましたもんね。本当にね、もう人生は自分の思ったように現実が現れるんでね、もう本当に、常にね、全てはグレース、また出た。もう毎日私思ってるから、全てはグレースって、何があってもグレース、何があっても恵みですからね、そう思ったらね、そうなってくんですよ。なんか、ああそっかーって、ちょっとって思うようなことがあったとしても、これも私にとっての恵み、グレースだわって思ったら転換していくんですよ、そういう風にね。はい、だからもう K3 さんのこの1年も、もう全ては恵み、全てはグレース、そんな1年が待ってます。おめでとうございます。楽しんでくださいね。はい、それからあれ、順番が、あ、いいかいいか、あ、ちょっと待ってね、そう11月7日まゆさん、にじこさん、いつも配信楽しみにしています。以前コメントしたのですが、またですね。11月7日は私の誕生日でした。お祝いしていただけたら嬉しいです。癒しボイスで元気もらっています、ね、ごめんなさいね。11月7日ね、過ぎちゃったけど、まゆさん、お誕生日おめでとうございますね。本当にもう、まゆさんにとってこれからの1年がもう、今までで最高の1年になる、そんな風にね、意図してみてください。そういう風に意図したらそうなるんですよね。で、いろいろあっても、あ、これはいいことにつながる、そのなんていうの、プロセス、その過程なんだなっていう風に思って、そしたらね、何かいいことにつながるから、焦らずにね、もう毎日毎日が、本当に毎日がスペシャル、毎日がプレシャスな、本当に、おかえり朝日なんですよ。私毎朝おかえり朝日ってお日様に向かって今言うんですけど、
ね、そんな風に、あ、今日もね無事迎えられた、ありがとうって朝迎えると、本当にそれだけでね一日がねキラキラになるんですよ。ぜひぜひそんな風にね素晴らしい一日をね、あの一日一日をそんな風に過ごしてみてください。素敵な素敵な一年が待ってますから、おめでとうございます。はい、それからマリリンさん、にじこさん、本当にいつも楽しく拝見させていただいてます、ありがとうございます。11月12日は誕生日でしたね、私事でしたっていいんですよ、応援してますって、ありがとうございますね、マリリンさん、いつも聞いてくださりありがとうございます。11月11日お誕生日おめでとうございます。ゾロ目ですね、1111、いいですね。ね、何でも物事は捉えたように、意味付けされるんでね、1111、もうこの1が4つもある、こんないい日はないね、もうトップリーダー、先頭を切る、もう私を決めていくんだぐらいなね、そんな意識で、いや、まあ私が私を決めていくんですけどね、本当に誰でも、うん、誰も私のことは決められない、私のことは私が決めるね、そんな風になんか1な感じで、1が4つもあるからね、パワフルにもう1年がね絶対過ごせますからね、もうマリリンさんの思うように、もうなんかもう余計な我慢とか、余計なこうしがらみにとらわれることなく、もうそういうの全部脱ぎ捨てて、もう自由に、もう本当に上を向いてね、笑顔でね日々を生きていってほしいと思いますね、絶対そうなるからね。マリリンさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで今日もありがとうございましたね。はい、では最後にね、風さんのもう本当に本当に心洗われるようなピアノで締めたいと思いますので、はい、ありがとうございました。ではまた。